ソフィアテニンは、アメリカの女子プロテニス選手。2020年全豪オープン女子シングルス優勝者。これまでに WTA ツアーで、シングルス5勝、ダブルス2勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス4位、ダブルス32位。身長170センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2015年ウィンブルドーンにて、ロシア。 モスクワで生まれる。5歳からテニスを始める。父親がコーチをしている。2013年に ITF の大会でプロデビュー。ユスタジュニア選手権を制したことで主催者推薦選手として2015年全米オープンに出場しグランドスラムデビュー。2017年に躍進を見せ全米オープンでは GS 初にして WTA 主力星を挙げ、3回戦まで進出。マリア・シャラポは25から7、2から6で敗れた。年始にトップ200圏外だった世界ランキングは、年末に108位まで上昇した。2018年から WTA ツアーに本格参戦し、年始の ASB クラシックでベスト8入りした。BNP パリバオープンとマイアミオープンを予選から勝ち上がりに、 三回戦まで進んだことでトップ100入りを果たした。クレイシーズンは全敗に終わったが、シワシーズンのマヨルカオープンでは世界6位のキャロリン・ガルシアを下すなどしてベスト4まで進んだ。ウィンブルドン選手権は二回戦敗退。全米オープンは三回戦敗退。武漢オープンにおいて世界10位のユリア・ゲルゲスを破り三回戦に進出したことでトップ50入りを果たした。 年始の ASB クラシックのダブルスに、ウージニーブシャールと組んで出場し、初優勝を飾った。翌週のホバート国際では、決勝で、アンナ・カロリナ・シュミエド・ロバを63、60で破り、WTA シングルスツアー初優勝を果たした。メキシコオープンでも決勝に進出したが、ここは、準優勝に終わった。昨季苦しんだ、クレイシーズンは、 BNL イタリア国際で3回戦まで進み、全仏オープンでは3回戦で、第10シードのセリーナ・ウィリアムズを6-2、7-5で破り4回戦に進出。4回戦で優勝したアシュリー・バーティに敗れた。シバシーズンのマヨルカオープンで2勝目を挙げた。決勝のベリンダ・ベンチッチ戦では3本の、マッチポイントをしのいでの大逆転勝ちを収めた。ロジャーズカップとウエスタンサザンオープンで2大会。 連続ベスト4入り。それぞれの大会で当時世界1位のバーティと大阪直美を破っており、2週連続で世界1位に勝利したのは2001年以来の出来事であった。甲州国際女子オープンにおいて決勝でサマンサス・トーサーを下し優勝した。2週間後のチャイナオープンのダブルスでベサニー・マテック・サンズと組んでダブルスに勝目を飾った。年末には WTA エリートトロフィーに出場した。WTA ファイナルズでは第2補欠として待機し、大阪とビアンカ・アンドレースクが棄権したことで1試合出場した。シーズンの活躍により最も上達した選手賞を受賞した。年末順位は14位。全豪オープンでは第14シードとして出場、準決勝で世界1位のアシュリー・バーティを7から6。 7から5で下すと、決勝では、ガルビネ・ムグルサを4から6、6から2、6から2で破り、グランドセラム初の決勝進出で、初優勝に輝いた。これにより7位になり、初のトップ10入りも果たした。3月初週のリオンオープンでも優勝したことで、自己最高の4位を記録している。その後は、新型コロナウイルス感染症の流行により、ツアーが中断。 再開後、全米オープンは4回戦進出。全仏オープンは4つのフルセットマッチを制した後、準決勝でペトラ首飛ばに勝利して決勝進出。決勝ではイガシフィオンテクに敗れた。ダブルスでもベスト8の成績を残した。シーズン終了後には年間最優秀選手に選出された。年末順位は4位。 ディフェンディングチャンピオンとして挑んだ全豪オープンは、重圧から本調子を出せずに2回戦敗退に終わった。全豪女子シングルスで、前回覇者が3回戦に到達できなかったのは、1970年以降では3人目のことだった。多彩なショットを持つベースライナー。バックハンドストロークは特に武器となっており、コースの内訳に長けている。スライスを織り混ぜ、 ドロップショットでウィーナーを取ることもできる。ベストショットはバックハンドと回り込みフォアハンドのダウンザライン。今ではアグレッシブな展開を見せるが、以前はマリアシャラポワにカウンターパンチャーだと評されるプレーをしていた。幼少時代のコーチであったディックマッチはコース変更するショットを打つ時などの迷いのない精神力の強さを称賛している。またタイミングを合わせる能力は 今まで見た生徒の中でズバ抜けていたという。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2019年全仏2回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。